散歩でしょ。目第12回目目ってつく。うん。第さて本当に難しい第12か。おい、なんでローマ字になるんだ。嬉しいな。やっほー。髪の毛が今こんな感じで多分ちょっと大富豪めっちゃすぐやら今放置しちゃった。ごめん、通信が切断されちゃったよ。ごめんね。逃げた。うわ、うわ、都落ちさせられて大貧民になってた。泣いた。泣いた。ウェブライブ配信。配信。うん。頑張れ、ゆずさん。あやはひらがなでいい。なんでカタカナにするんだ。もうすがれ、ゆずまやってもちゃんと入ってますよ。はい、いやこれさ、あれなんだって、iPad。ああ。iPad だからさ、ちょっと、慣れないんだよね。ああ、一向に始まらない人って。第、ん？わ、こんばん、ワッフルだって、ワッフル食べたいんですよ、すがれ最近。めっちゃ生クリームの入った、ワッフルが食べたいんですよ。え、結局さ、昨日さ、夜さ、うん。クレープ食べるって言ったじゃん。うん。食べんかった今日。結局食べんかった。すがらも昨日の夜めっちゃお腹空いて一瞬夜食食べようかなって思ったけど我慢して。ね、昨日ね、夜。ちゃんと朝食べたよ。えらい。本当に。えらいえらい。あっちでは。はい。え、じゃあ今日のゆずまや、まあ途中、最後の方に質問返していこうか。え、最初に答えるべき質問。なんか質問も募集したんですよ、ツイッターで。お、えらい。でもう一個はなんか、まあ、まあそんなにやらないかもしれないけど、まあ今日はなんかバッグの中身を紹介しようかなみたいな。そうそうそう。そうそういう感じで。そう、今日はバッグの中身を紹介していこうかなっていう感じですね。なんかゆずきさん、バッグさ、なんか服によって毎回変えれちゃうからさ。まあ菅原も変えますけど、じゃあ質問は後で。質問は後で。あとで今、うん。え、じゃあまあ、取りま、まあ、菅原も言って別に今日は、もうこれ昨日のバッグ。昨日のバッグ。え、そう、ゆずきも昨日の。今日の格好に合ってる。これは、なんだ、どっち、あ、そっか、昨日使ったから。昨日なんかこういう白系の服着たから。え、そのバッグかわいい。なんかどっかで見たことある。だら。うん、だと思った。これ買ったらさ、友達2人と被ったんだって。絶対被るなと思って、菅原も買うのやめましたよ、それ。大きさ違いで被った。別にいいやと思って。え、バッグの中身もでもその日によってちょっと違いませんか？え、違う。違いますよね。そう。でもなんか毎回、なんていうの？これは割と入るけど、ゆうきめっちゃ荷物少ない派だから、なんだろうね、本当に。黒いやつあるね、ゆうきの。これはマジで。あれは本当に財布と定期ウェッティとかだけ、まあ、必要最低限。そう、マジな必要最低限って感じ。で、すがらっていつもこんぐらいじゃないですか。こんぐらい。あ、でもさ、この間会った時めっちゃでかいリュックできたよね。でかい。まあ、登山家みたいな格好してきた。それはもうレッスンの時だったから。もう、あ、そう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 、ファンの人からいただいたリュックなんですけど、あ、めちゃでかいやん。そう、めっちゃでかいリュックで、もうそこにレッスン着入れてね。で、そのもう必要なものがいっぱいあった、その日。うん、まあ、ファイルとかも入れないといけなかったから。そうだよね、めっちゃ詰まってたね、あの時ね。そう、めっちゃ詰まってた。うん、じゃあ、まあ、これか。え、なんか、じゃあ紹介します。うん、汚ねえな、中身。汚ねえな。うち、なんかところどころなんか抜けてる気がする。じゃあまず1個目、まあ普通の安定ですよね。うん、財布。はい。財布こちら、財布です。菅原の緑のお財布、永遠に使ってますね、こちらの。確かにずっと使ってる気がする。確かにずっと使ってるし、なんか意外となんか大きすぎずちっちゃすぎずみたいなサイズ、うん、なんかちっちゃい財布もいいなって思ってたんですけど、ちっちゃすぎると入らんくて。ゆうきめっちゃちっちゃい。え、めっちゃちっちゃいけど、だから、もう、ゆずさんこれの半分ぐらいじゃない？その半分ぐらい。多分。
だからなんかちょっとちっちゃすぎると入らないから、ちょっとこんだった、こんだけだった、今測った。中に入ってるのはまあとりあえずバカみたいに、まあレシートとお金、レシートと、まあ、免許証。あ、そうじゃん、免許証あるんで、免許証、保険証、保険証大事と、なんかまあはとりあえず入ってて、まああとはまあもろもろですよね。もろもろですよ。もろもろですね。なるほどね。確かに大事だね、本当。でも財布もまあ必要最低限だよね、基本は。そう、必要最低限です。ですね。あ、まだ貯金箱にまだやってる500円玉貯金。ああ、そうか、500円玉貯金ね。まあここに入れっぱなし。そして、え、ホイスガラ一気に紹介していけばいい。はいよ。なんかもらったティッシュ。あ、ティッシュ大事。ティッシュ。ティッシュ入れてあったっけ？ティッシュ。除菌ウェットティッシュ。さっき使ったから出しちゃったわ。除菌ウェット。あ、一緒じゃん。これね、持ち運び大事ですからね。大事大事、ゆうきも。でもこれ昨日はもうめちゃくちゃ軽く行きたかったか、あんま持ってってなくて、うん、で、まああと普通にハンカチ入れて、あとは日焼け止め。おー、偉い。日焼け止めで、偉い偉い。でもここのなんかちょっと汚いんですけど、うん、うん、なんかこのバッグの中になんかポッケみたいなのここに内側があって、あ、もうめちゃね、コスメを入れてて、うん、コスメはねそれだけガッて入れるよね。うん、ここにガッて、いつもポーチに入れるけどこの日はなんかいいやと思ってガッて入れて。わかる。めっちゃき、あとはなんか飲み物と日傘ぐらい。そうだね、日傘ね、めっちゃ少ない。日傘欲しいんだよね今、マジで欲しい。ですね、菅原のバッグの中身は。はーい。超軽くね。うん。ほんと。なんかあれないよね。なんか、ほんと、必要最低限ですって。ほんと必要最低限。うん、十分だもんね、それで。うん。もしものことは考えないタイプ。え、なんか何かありますか？もしもとか。ん？何もしもありますか？シミ抜きとか。あ、そんな女子力高いもん持ってない。シミ抜きとかさ、なんか、なんだろうね。ゆずきは多分、替えのコンタクトとかさ。あー、じゃあゆずさんのバッグの中身見ましょう。ゆずちゃんのバッグの中身。いや、まず前と同じ。除菌ティッシュでしょ？除菌ティッシュ。あと、定期。定期。うん、定期入ってる。あんま映せないけど、定期。定期。うん、定期、菅野も入ってる。これは、鍵が入ってる、家の。鍵入ってるわ、鍵。鍵が入ってる。なんだっけ、当てるんで言わないでください。うん、言わない。バーバパパしか出ない。バーバパパちゃう。あ、パフパフ？パワーパフね。あ、パワーパフね。パワーパフガールズね。パワーパフガールズ。パフパフガールズじゃん。で、なんか一番在庫が残ってて可哀想だったから買った。ちょっとそういう言い方やめてあげてください。いやだからみんな好きなの。で、選べなくて。まあ確かに、そのグッズが多いですよ。そう。でも、パワパフの定期ケース3種類あって全部買った。ガチ。でも今それ使ってない。使ってない。で、あ、エアポッツ。あ、イヤホン。イヤホン入れてるわ。うん、エアポッツ。エアポッツ。ケースもらった。かわいい。そう、かわいいね。アダエラン。かわいい。ショッピングセンターさんもかわいい。あ、財布。あ、ちっちゃいでしょ。ほんとちっちゃくない？だってすごい、こんな手のひらサイズぐらいだと、ゆずさんもなんか収まってるもん。収まった。うん。はい。財布ね。財布は中身はもうほんとに。ポイントカード。キャッシュカード、ポイントカード。あと病院の、みたいな。病院の、確かになんか無駄に病院のカードとかめっちゃ溜まってる。うん、そうなのよ。あと櫛、女子力高で、ペン。 I have a pen? I have an apple pen。 あとは
あーまあ化粧直しでしょ。うん。リップ。うん。香水。ああ。お菓子。ああ。多分昨日はこれ、昨日かな？昨日はこれで済んだ気がする。あ、あとドラゴン。ああ。ハンディファン。ハンディファン。昨日暑すぎて。って感じですね。可愛いでしょ？可愛い、それ。え、回ってますか、それ。回ってる。本当だ、うるさ。え、めっちゃ風強そう。え、めっちゃ強いよ。3段階かも。風めっちゃ強い。可愛い、ドアラ。可愛いでしょ、ドアラ。ドアラ可愛いですよね。そう、でも、え、ドアラは可愛い。最近ドアラ、ね、ちょっと大変ドアラハマってる。ドアラは可愛い。でも、大体いつも、もう一個ちっちゃいバッグ使ってて、それはもう本当に、あれよ、財布、定期、ウェッティ、エアポッツ、リップだけ、いつも。そんだけマジで。最近香水持ち歩いてないわ。香水はね、持ってる。大事なのに。大事。そう、今使ってるのがめっちゃいい匂いだからね、もうね。いいな。めっちゃいい匂い。あ、来た。おすすめする、マジ。今度してあげるね。ゆうき、バッグ何個あんの？めっちゃあるよ。バッグ。ゆずさんのバッグは、なんだろう。めっちゃある。お、紹介する？ 1。あ、めっちゃあるよ。もう隣にあるんだけど、めっちゃあるよ。わかんない。いっぱいある。いっぱい。バッグいっぱい。バッグいっぱいある。そんなか。あ、でもね、メイクポーチもあるよ。メイクポーチはもうなんてないですか。メイクポーチはでもこれはちょっと家用だから。ああ。そう、家用ポーチ。S柄ちょっとあれなんですよ。あ、こうハンドバッグとか無理なんですよ。ハンドバッグどうなの？トートバッグとか無理ぽよなんですよ。なんで？なんかしんどくないですか？途中なんか持ってるの疲れちゃう。嘘だろ？嘘だろ？エズさんってたまにトートバッグ持ってたりするじゃないですか。トートバッグ使う。まあ大学でどう使ってたでね。めっちゃしんどかった、しんどいやつが。トートバッグは確か、でも、楽っちゃ楽。あ、充電器もある。あ、充電器持ち歩くんですね。えら。充電器もある。充電器は絶対持ってる。あ、ね、ちょっとした時にちっちゃいバッグやから、その時は持ってないけど、基本持ってる絶対、充電器。で、伊豆さんに充電なくなったら、これから。うん。いいやん。充電くだたいって言おう。いいよ。しばらく充電器持ち歩かないわ。ねえ、でもあれ、あれの方がいいよね。だったら、なんだっけ。なんだっけ。モバイル？あ、モバイルバッテリー。うん。モバイルバッテリーも持ち歩かないわ。モバイルバッテリーは持ってんだけどね。あ、まあ、そう、持ってんだけど、いつも忘れちゃうんだよね。いや、思ってるけど、え、なんか、例えば、めちゃくちゃ絶対になんか、長いな、みたいな日は、充電器持ってくけど。そうだよね。日とかだったら全然持ってかない。確かに。ほんと、充電泥棒しちゃうから、そういう時。あ、電気泥棒か。電気泥棒しちゃう、めっちゃ。電気泥棒。うん。めっちゃ電気泥棒する。え、ガチ、マジ充電やばいと思ったら、誰かに借りるけど。ね、だってメンバー誰かしら持ってるもんね。持ってる。でも基本的にそんなにヤバいみたいになることなくないですか。うん、なあ。でもユネキは最近減りがなんか早いからさ、携帯の寿命だ。そう、泣いた。湧いた。みんな、あ、でもほらみんな、あ、そうでもないか。モバイルバッテリー持って、イベントの時はみんな持ってくるらしいよ、やっぱり、うん、そういうイベント系はね、やっぱね、うん、だってさ、やけに待つやん、みんな、うん、早くめっちゃ早く来てくれますよね。そう、だからそういう時には必要だよね。昔エルちゃんが使ってた 3C のピンクポーチ、あー、ピンクのやつかな、こっちゃんがくれたやつだと。そのポーチ、メイクポーチね、よう買えるんすわ。メイクポーチ汚れるから。メイクポーチはもう何も気にしてない。ポンポンポン。メイクポーチすぐ汚れるからすぐ変えちゃう。わあ、そうだよね。みんな待ち時間多いもんね。なんか待つことに慣れてるよね、きっと。おたかつには必須よ、だって。それな。まずグッズで並ぶから。確かに。
並びそう。普通並ぶ。よくなんかママとかと6時とかに並んだりする朝。おお。そうそうそう。え、夕方からなのに昼からいるからな。なんで昼からいるんですか。ね、昼から。まあ、ガチ。ガチ勢。ガチ勢。グッズガチ勢。まあ、しょうがない。大事。確かに大事。本当に。すぐね、なくなるから。なくなるから。なくなるの怖いからね。確かないよ。あと何だろう、バッグの中入ってるもの。今はそんぐらいだろう。柄も。あるから分からん。紹介したもの。これは絶対に入ってるものたち。うん。そうだね。でも基本マジで普通にね、イヤホンと財布あればみたいな。それはある。イヤホン、財布、家の鍵。あ、そう、家の鍵。わかる。あと、リップ。あ、リップは絶対。リップ。リップは絶対。リップ入ってる時もめちゃ焦りません。終わったってなる。終わった。昨日はなんか意外とメイク道具持ってるわ。ほんと？なんか入ってる？なんか意外と入ってた。めっちゃ入ってません？でも、わしづかみやめちゃ。わしづかみじゃん。だってもうハイライトとお粉とリップとマスカラとビューラー入ってる。おぉ。いいね。割とおかち。いいじゃん。ちゃんと持ってる。そうだよね。メイクもさ、メイクしてなくてもさ、リップさえあれば、みたいな。ね、口の色さえあればなんかもう。そう。いいや。リップ塗っとけば、まあ、なんとなく顔が。ね。本当に。もう口の色ないとマジで本当に死んでる。死ぬ。死んでるマジで。顔色も良くないし、顔も薄いし。本当に。今ちょっと待って、コメント読んでる。なんかリップの色薄いな。いい、あ、間違えた。リップ塗ろうと思ったマスカラ。マスカラやないかい。ちょっとこうやって見ないで掴んで塗るから。ゆずさんがね、よく使ってて使って。あ、そうそうそう、色違い。でもなんか最近リップ飽きてきたから、なんか新しいの欲しいんだよね。ほんとに。まやちゃん痩せた？だって。全然痩せてなくて、なんかもう普通にないぽよ。まずないぽよ。痩せたって来てるコメントが。なんかちょっと、なんでだろう、影があるからじゃないですか。いいな、それ。こういう、何やっぱ。いいな。ちょっと上から撮ってるから。あ、いいな、ゆき、ちょっと下から撮ってんねって、これ。下から撮って、その可愛さはずるいわ。可愛くねえわ。裏から撮ったの。もうこういう感じ。だからなんか、立てるやつがね、なんか、ちょっとおかしい。なんかそれ三脚今使ってるんですけど、うん、なんかもう自粛期間中でなんか何配信することがめちゃくちゃ増えたから、あ、買おうみたいな。うんうんうん、確かにね、わかる。で、方もなんかめちゃくちゃ急いで買ったからめっちゃ安いの買ったんですよ。マジボロボロも。安くていいよ別に。もうグラングラン。なんかみんな持ってるよね、もうね。普通の友達とかでは持ってない、普通に。持ってます。なんかもう、なんか逆になんで友達は持ってたのに自分持ってなかったんだろうかも。なんかさ、よく友達とその、なんだっけ、テレビ通話みたいな、グループのテレビ通話するんだけど、みんなちゃんとさ、持ってるからさ。なんかライトとかもついてます。そうは、みんな今時やんってなって。ちゃんと対応してるじゃん、今に、みたいな。思った。ちゃんとライト焚いてやってんのかよ、とか思いますもん、それ。そう、ライトとかないからさ。いや、もうライト使ってない。ライト持ってないんだよね。家の電気でどうにか発光してる。ほんとそれ、なんか友達の方がちゃんとしてた対策。ちょっとライト当てて見るわ。当たってんね。当たってんね。発光してます。なんかないか、なんもないか。発光してます。あ、これならある。なんか当たってない方が可愛い。雲のライト。かわいい、おしゃれ。雲のライトなら
でも変わんないか。え、なんかライト当てると顔丸いのバレちゃう。やめとこ。裏から撮ったらいいかも。やめとこ。よいしょ。あ、よ。ケーキ。女優ライト。女優ライト。持ってない。まあ、女優ライトなくてもなんかぶっちゃけいいかなって感じなんですけど。なんか逆に光飛ばされすぎてなんか、もうなんか顔という顔が光って影とかがなくなっちゃう。間違いない。本来あるはずの影とかが。輪郭なくなってる。そう、なんかもう膨張されちゃう顔、すぐあら。白くなりたいけどね。うわ、いいな、オンライン特典会に備えてって、マジ、オンライン特典会まで待って、うらやましい。何ですか、それ。やるんかな。何の話？え、だコメントできてさ。多分ね、アイドルのね。あー。そう。特典会が今オンラインでやってるからさ。ドナルド。うわー、いいな。ドナルド。ドナルド？ドナルドダック。ドナルド、ドナルドが一番好き。ディズニーの中で。もう一回バッグの中身紹介終わったから質問答えていこう。あ、そうしよう、質問。質問に答えていきたいと思います。思います。ツイッターで。今答えてじゃない、募集したので、うん、じゃあはいはい、どっちがボケでどっちがツッコミ。私がツッコミ。ボケですねボケですねだと思うけどな。バッグの中身が一番汚いメンバーは誰ですか。バッグの中身一番汚いメンバー、バッグの中身なんて見なくないですか。見ないよね。わかりません、わかんない、誰だろうね。はい、2人とも男だったらどっちの方がモテそうですか。圧倒的にゆずさんでしょ。男だったらってこと。いや、わからん。だから男だったら前もモテるタイプじゃん。多分うちらモテると思う。イエス。こっち、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 イエーイエーイエー、ゆずイエーモテた、モテた。え、マジ本当モテたよね。まあ、今はちょっと行けませんが、はい、まあ今東京で行きたい場所は、東京で行きたい場所、そう、絶対行けないけど、なんか行こうとしてたのは、うん、普通に行けないけど行きたいねって話してたのは、なんだっけ、池袋の水族館みたいな。へえー、そう、水族館なんてあるんだ。クラゲ、クラゲ見に行きたいねって話してて、でも全然行けないからさ。確かに。なんかクラゲの写真見て可愛いなって思って終わってる。あら残念。東京もいいな、行きたいな。クラゲの真似すな。スカラディズニーに行きたい。あー、いいね。いいね。普通に行きたい、マジで。行きたい。ね、はい、結構行ってるもんね。行きたいな。みんな。ね、行ってますよ。はい、水クラゲみたいな、なんかクラゲみたいマジで癒される。次、ゆずまやでデートする時のデートプランは、だって、うわ、一日、一日はちょっと長いかな。ドライブがいい、ドライブ。ああ、私はできないんで。あ、じゃあ任せてください。できないんで。まあ、でもゆずまやでデートするときだから、待って、うちらがデートするときだよ。あ、ちょっと、それそれかと思った。今よく見たら、ゆずまやでデートするときのプレ、あ、うちらかと思った。とりまー、今なら映画かな。そうだね。見たい映画ありますもんね。うん。映画で。でも大体うちら食べてるから。そう。基本。遊べて。もう、この年で遊ぶなんて、何？なくないですか？な、食べて、じゃあなんか、マヤは、うん、あれなんだよ。ご飯食べるときに、その、見た目より、量だから。あ、そうそうそう。お腹空いちゃう。基本的にすごい、ゆずさんとさ、食べるときってめっちゃなんかもう、本当にお腹空いてるときがめちゃくちゃ多いかも。多い。え、ていうか多分、本当になんか、申し訳ないんですけど、
なんか何も食べずに行くから、うん、それなそれなだからさ普通にがっつり食べるよねうちらの時って。でも最近はめっちゃ甘いものを食べるようになったから、おお。そういうの任せて、珍しい。見た目もなんかあんまりすがらインスタとかにこだわりがなくて、うん、そういうなんかインスタ映えとかを気にせなくても本当食べたいものを食べるって感じなの。うん、間違いない。だからそうなっちゃうんだと思う。でも最近チーズケーキにすごいハマってるけど、え、何系？バスク系？バスクチーズ？もうチーズケーキだったら何でもいいんです本当に。え、めっちゃおすすめのケーキ屋さんあるからね、今度ね行けたらいいね。行きたい。え、それを今ちょっと東京でめっちゃお取り寄せしたいなって思う。チーズケーキめっちゃ、マジ、はい、本当にチーズケーキはうまい。甘いものを食べて映画を見に行くって感じですね今のプラン、うん、今の気分だったらそれだね。それがベストだね。菅原よりだけど今割とえ、でも別にうる気もあって基本食べれればみたいなチーズケーキ食べれればでもわかんない。割とさ、みんなと食べに行くときって、だいたい量重視な気がするんだよね。そんなさ、誰と行くときそのおしゃれなとこ行くかな？映えの。おしゃれなもの行かないかも、すがら。なんか本当に食べたいもの食べに行く。クマさんと行くときとかもそうだもん。あ、マジ？あ、クマもそうかもね、確かに。クマは、どっちもかも。がっつりもあるし、めっちゃおしゃれなとこ行くときもある。でも最近はめっちゃ甘いもの一緒に行くこと多いです。いいな。かき氷。食べた。かき氷食べた。ねえ、かき氷。でも今年めっちゃかき氷食べてる気がする。うらやま。美味しいよね。うらやま。かき氷うまい。食べた。次。はい。ライブ再開してお互い一番最初に歌いたい楽曲はだって。ライブが再開して。うん、一番歌いたい曲？なんだろう。SKの楽曲です。だよね。だよね。ライブでこれ歌いたいとかないかも。あ、これさ言っていいかな、なんかやる予定だった曲。ああ、いいんじゃないですか。もうどうせないと思うし。だよね。うん。じゃあすごい。覚えたけど。やらなかった。ああ、めっちゃ見たかった、あれ。あれだよね。で、リハ見てた、菅原。うん。めっちゃ一生懸命って、めっちゃ練習したけど、やらなかったやつ。あ、割と結構楽しみにしてた。メンツ的にもめっちゃ楽しみにしてた。じゃあ発表します。なんだっけタイトルも出てこない。何を捨てる？何を捨てる？愛のために何を捨てる？ああ、見たかった。これ、愛のために何を捨てる？それそれそれ。でよくわかったね。うん、何してるっけと思って、あ、愛だと思って、それそれそれ。それめっちゃ見たかった。で、かっこよかった、普通に。うん、めっちゃ練習したけど、めっちゃ好きだったし、うん、けど結局できなかったから、ちょっといつかやりたいなと思って、だからそれやりたい、覚えたし。ね、残念です。じゃあ、菅原も発表するわ。うん。菅原は銀河をやる予定だったんですよ。ああ、そうだったね。楽しみにしてたんだけど、銀河の匂い、意外とそういう系も似合うもんね。おしとやか系みたいな、しっとり系。やったことなくて銀河ね。それも意外だけど、やったことなくて、あ、ついにやるんだと思ってたからやばで、楽しみにしてたんですよ割とね。あ、結構銀河ってなんか何かしらコンサートたまになんか披露されることあったじゃないですか。うん、なんか自分選ばれないんだと思っているてで考えるな。え、でもなんか、やったことないのみたいな感じでなんか言われたことある。まあでも確かに思った。なんかいそうだと思って確かに。で、めっちゃ言われてたから、なんか、うん、まあ確かに、やったことなかったわ、と思って、やりたかったなっていうのはあります。うん、じゃあコンサートライブ再開されたら、こちらがやりたいですね。うん、勝手にやろう、うちらね。やりましょう。次。はい。どこ行ったんだろう。お互いの好きなところは、だって。なんかめっちゃいい意味で、めっちゃいい意味でマヤが気を使わないところ、うん、だからめっちゃそれめっちゃいい意味だよ。本当ですか？うん、それがめっちゃ楽だから、ゆずきも。いや、
優しい。それはなんかめっちゃ居心地がいいよね、一緒にいて。いい意味で。ありがとうございます。うん。ふがらは、本当に。ふがらは、なんか、優しい。なんかまあ、鳥間全部好きだけど、好きだけど、なんかいいなって思うのは、なんかはっきりちゃんと言ってくれるところが好き。うん。なんか、なんて言うんですか、わかります？メンバーとか気使っちゃう人とかいるじゃないですか。うん。で、気使わずに、なんかそこは今の良くなかったよねとか言ってくれてるのが、うん、キピ。キュです。キュです。はい、じゃあ、次。パパ次、うん、最近のお互いの自慢話。自慢話？自慢話？自慢することあるかな？自慢することは最近欲しかった靴が安く買えたこと。ああ、喜んでたね。めちゃ喜んでた。自慢。メルキもなんだ、あ、ま、なんだろう、待って、自慢することあったかな？自慢なのかなこれ。自慢すること？何がある？ない。待って。ない。なんか、あ、マヤのためにビーズアクセサリーを作った。ああ。作った。作ってくれてるんですよ。本当に。うん、なんか早くね会わないと。そう、なんかわざわざなんか菅原から欲しいんですとか。あ、そうなんだ。エルキがね、その自粛期間の時にずっとビーズアクセサリーつくのにハマってて、そう、それをね、見た前が、あ、でも今つけてる。かわいい。で、なんか、普通に、なんか、もうすぐに欲張っちゃって、なんかリックも、なんかブレスレットも欲しいですって言ったら、そうそうそう、なんかわざわざどっちも作ってくれて、それもなんか、え、色別々にするとかわざわざ LINE してくれて、うん。優しかった。マヤだからな。いやだからやったよね。早く渡さなきゃ。うん、じゃあデートする日にぜひ。どうしよう、デートする日に。その日なんとなく、あ、こういうの来るだろうなって思って、その格好で行くから。そういう、分かった、あそこつけれるようにやばいでしょ。でもリングもブレスレットつけてたら結構ね、やばいでしょ、はい。でも早く渡したいなと思った。楽しみ。じゃあ早く会いましょうね。会える時に見せて。はい、次。あ、次。1億円手に入ったら何がしたいだって。うわぁ。1億円 ?1 億円、え、家っていくらで建てれますか？一軒家。でも1億あったら建てれますよ。1億あったら余裕じゃない？とりあえず、なんかもう、うん、なんか宮城の家を、もう改築する。おい、新しく、もうめっちゃ、もう4階建てぐらいにする。4階建ていいね、マンション。あれじゃん、1人1階みたいな、1人1階ずつって聞くなレベルじゃないそれ。4階建てってもうマンションとかそういう感じになっちゃうけど。わかる。なゆきもね、4階建て、お家したい。新しく家建てるね。屋上作る、屋上。うわ、最高じゃん。あれ欲しい、なんかさ、ガレージ。ああ。ガレージ。やば。すがらそれだな。それしたい。あとなんだろう。なんかジム作りたい、ジム。ジムはやべえ。ジム作りたい、専用の。自分専用のジム作りたい、マジで。やば、ストイック。うん、しんどくなりそう、すがら。なんか最初作った日はいいけど、だんだん物置になりそう。なるなるなる。絶対なる。マジでなる。あ、本当にやばい。あ、でも、あとはもう貯金して、寄付だな。でも、そんなあっても使わないと思うんだよね。いや、もうめっちゃ使うよ。うん、使うんかい。めっちゃ使う。もう食べたいもの食べまくろう。あ、そうだね。チーズケーキ。気づき何も気にせずお取り寄せするわ、うん、確かにめっちゃ欲しいチーズケーキさ、 3,4,000 してさ、なんかビビった、こんな高いなと思って。え、すがらが今食べたいと思ってるとこいくらなんだろう。一回見てみ、今調べよう。うん、一回見てみ、
一回の勇気をその取り寄せしようと思ったんだけど、ちょっと高くて一回諦めた。そんなすぐ食べちゃうのにと思って。分かんない、贅沢してもよかったんだけどね。あ、3456円。どれぐらいの、でも何これ一個だからめっちゃでかいやつ。ああ、あ、でもまあまあそれなら、まあ、ホールケーキみたいなやつだね、うん、確かに食べたいね。次、よくなって、犬派猫派。ワンワン。猫違った猫あんま動物になんかあんまり、え、でも今めっちゃくちゃワンちゃん欲しくて。ワンワン、なんか話で、びっくりした、ゲップしたかと思った。びっくりした、ゲップしたかと思った。あ、ゲップしましょうか。大丈夫です。あ、すいません。大丈夫です。え、なんだっけ、そのペットによる癒し効果っていうのは科学的に証明されてるらしくて。じゃあ買うしかないじゃないですか。っていう話を聞いてから、え、欲しいってなって。でも最近は、うん、本当に欲しいワンちゃん。マジで欲しい。買うならどのワンちゃんがいいですか。黒のまべしばか、うん、なんかわかんないけど、なんかミックスのなんか可愛いやつ、ちょっと名前がわかんないけど、うん、そのミックスのやつか、なんだっけ、シュナ、シュナウザー、わかんない、あれシュナウザー、あれシュ、シュナウザー、あ、かわいい、ワンコ欲しい。え、可愛くない？でもほんと黒の豆柴が一番の本命。スガラがワンちゃん買うならブルドッグだ。あー、わかる、めっちゃ可愛いよね。シベリアンハスキーとかも買いたい。え、キサ、三白眼が好きなの。三白眼の人も好きだし、人のイメージがあるわ。ほんとそういう目がの人が好きだから。ワンちゃんも、うん、ワンワンも。はい、次、今の SKE 内での推しメンは、もしくは気になるメンバーだった。推しメン？推しメンか気になるメンバーみたいな。仲良、これから仲良くなりたいとか。後輩とかってことか。うん、すがらは推しメンは野島かの。あ、そうだね。うん、顔面大好き。推しメン？あゆかぴょんかな。そうだね、あゆかですよね。うん、ゆうさんはあゆかね。なんかさ、ちょっと前さ、なんかお仕事の時みんななんかあゆかの可愛い写真見せいか、握手会の時か、握手会の時見せいか、あゆかの誰が一番可愛い写真も可愛い撮ってるかめっちゃあるからとか言ってる時めっちゃ見せた気がする。だからあゆかの写真マジ一番あの写真可愛かったと思うわ。うん、可愛かった。まあ、負けてないけどね、ゆうきの写真も。まあ確かに、あゆかぴょんのマジで可愛かった。じゃあ次、うん、今とりあえず今全部答える、うん、答える、あの全部答えていこうって感じなんで。いいよ、やってくの。買い物でこれは失敗しちまったなってものについて。買い物？うん、あ、なんかあるよ。何ですか？あの、なんだっけな、ニットカーディガンを買ったの。はいはいはい。で、あの全部 S が良かったんだけど、はい、その全部サイズ見てて、うん、で、SSML みたいな感じでこう置いてあったの。はい、で、ゆうき一番上の S を取って。あ、待って、これネットね。うん、ネット、あのお店で普通に。お店で、お店で SSML みたいな感じで、下の方がサイズ大きくって、でもその一番上の S を持って、あ、買おうと思って手に持ってたんだけど、あ、でもやっぱいいやと思って戻したの一回で、向かいのお店に行って、あ、でもやっぱさっきのニットカーディガン欲しいなって戻って、一番上にあったのがゆずきのがさっき置いた S サイズのやつだと思って、それを取ってレジに向かって買ったので、それでお家帰って、なんか、あ、試着かなと思って試着したらめっちゃでかくて、やだあれと思ってサイズ見たら L だったの
おい誰やこの短期間で L サイズ一番上に置いたやつだと思って。そういう人いますよね、元にあった場所に戻す。おいと思って、でもタグ切っちゃったの珍しく、いつもタグ切らない人間なのに。またすぐ切ろう、切ようと思ったんでしょうね。そう、別になんか本当にタグ切らない人間なのに、じゃあその時だけなんかタグ切っちゃって、うん、やらかしたと思って。でも結局着てるんだけどね、その服も。あ、そう、じゃあいいじゃないですか、着る、うん。そう、でもレジで確認されたけど、はい大丈夫ですとか言っちゃって、ありません、ちょっと、うん、大丈夫。なんか言ってくれる店員さんってよかったけどね、この時は S で S でとかって言ってくれたらいいけど、あ、やってくれたなと思って。ちょっと今怒ってた、怒ってた、やってくれたなと。もう本当にそれはちょっとやらかした。着てるけどね普通。確かに、あのあれです、水色のニットカーディガンです。みんな見たことあるかもけど、ちょっと今からインスタグラム探らせていただくんで。インスタの載ってるは、載ってるはず。ある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 、6月22日のやつ。あーでも可愛い、それはちょっとね大きかったんですよ。あれ髪の毛伸びたね、伸びたね、あれ髪の毛伸びたね、あれあれ伸びたね、伸びたね、うん。次、マジやられた。片方の影響で買ったものってある？片方の影響？あ、マヤの影響で買ったってこと？なくない？マヤの影響で買ったもの？それはもうユズさん。あ、スイカジュース、スイカジュース、去年。去年、去年マヤがおすすめしてくれたスイカジュース買ったのある。美味しかったですか？うん、あ、マヤにあの杏仁豆腐もあげなか。そう、杏仁豆腐ね。ね、それもあげるね。もう菅原ゆずさんに影響されてるもの多いかも。ほんと？あるか、あるか。なんか多分買うものとか多くないけど、なんか例えば私服真似してみたりとか。あーかわいい、なんかあったよね、なんで前の配信の時に前のゆずさんみたいなみたいな意識してきました。かわいかったよ。かな、そういう感じです。なんか物を買うものはないけど、なんか真似るとか、うん、食べるとかはあるかも。あ、せやね、せやね。あ、すがら今ゆずさんに、あ、待って、ゆずさん食べれないものだったわ。豆乳、ね、豆乳系ナッツ入ってたような気がしたから。泣いた、無理だと。めっちゃ美味しかったわよ。泣いた、死んでまうわそれ、死んでまう。無理、そんな元気になりたくない。ナッツ嫌いというかアレルギーなんですよ。ナッツはちょっとアレルギーなんです、私、実は。だから、おすすめできる。はい、アレルギーです。ドラゴンズ逆転したって。何がみたいな顔しないで。結果、勝ってるって。あ、逆転じゃなかった。あ、逆転した。やったー、それから見てたんだけど。あ、嬉しい嬉しい。OK、続けよう。ゆずまやでゆずきのスクイーズ TV に出られるとしたらどんな企画をやってみたいですか？多分スクイーズ TV メンバー出ないと思いますよ。じゃあもしするならもうまやが、あ、じゃあまやが出るなら、うん、あれしよう、あのご飯食べに行くやつやろ。はい、それか、あれがやりたいですから。だから何、バッティングセンター。あ、そう、バッティングセンターであの当てれるかみたいな。あ、いいね。一人で一日足りるかな。一時間ぐらい足りるかな。時間ぐらい。ぜひこちらからあのスクイーズ TV 見れるので見てください。ぜひタイル貼っときます、こちらまで。ぜひぜひ。次、なんでそんなに可愛いんですか？生まれつきです。死ぬ。次、相手、今までタイミングがなくて聞けなかった質問。はい。ありません。ああ、そういうこと？うん。今までタイミングが合わずに聞けなかったよ、みたいな。え？別に聞きたいこと聞いてるからな。そう、聞いてるわ。え、さ、あそこ、あそこ、あそこ。そう。別になんか、隠すこともなく、我慢することなくね、普通に聞くよね。聞くし、話す。うん。からないですね。うん、ない。ない。今の状況が収まって2人で旅行に行くならどこ？韓国。海外。韓国行こう。
韓国行きたいね。伊豆としてはね、行きたいねって行きたい、連れて行きたい。お願いします。うん、任せてお願いします。それに関しては任せて、マジで案内できる。え、次、はい、ゆずまやで行きたいところは、あ、でもさっき言いましたよね。え、島行きたい。島、うん、じゃあ島行こう。うん、島行こう。島、泳ぎたい。泳ぎたい。あ、川行きたい。なんかシャボン玉したい。あ、じゃあシャボン玉しよう。シャボン玉とさ、水鉄砲したい。あ、そしたら水風船したくなっちゃう。あ、水風船しよう。なんか一気にさ、100個ぐらい作れるやつあるじゃん、ちっちゃいやつ。あれやろ。もうあれもう全力で投げたい。投げ合い1個しましょう。投げ合い1個しよう。あれたまにめちゃくちゃ痛かったりしません？あ、そう、あ、まあ確かに。割れるやつと割れないやつある。痛い、意外と。したい、めっちゃ。次。はい。今更ながらお互いの第一印象を知りたいです。え、なんか前髪短いやつ。多分かわいいって。兄さん、ね、かわいいって。ね、分かんない。第一印象なんて覚えてない。覚えてないよね。わかる。ごめんなさい、覚えてないですよ、私。ミユキもそんな前髪しか覚えてない。いや、菅原、あの唇の服覚えてるよ。あ、はいはいはい。あれ捨てたわ。ピエン。次。ゆずまやでお揃いのものって持ってますか？持ってますよね。お洋服？お洋服、ファンの方がくださってる、ね、一緒に着てくて言ってくれる時あるよね、うん、それは着た3、4個ぐらいあるのかな。あると思う。多分ある。あとなんだろうね、まあそれぐらい。うん、それぐらいあるよ。あります。うん、次ある。お互いに何でも一つお願いが叶えてもらえるとしたら何を頼みますか。だって個人的な願い、うん、相手に。ああ、私からマヤにお願いってこと。うん、菅原は、え、家近くに住んでほしい。いや、それは思う。それいつも思う。なんか隣の隣ぐらいの部屋空いてねえかなと思うの。いや、なんかどっちでもいい。なんか自分、本当に思う、いつもこれは思うわ、本当に。ちょっと距離感縮めたいよね。距離感、実体的な距離感縮めたいよね。距離感縮めたいです。でもそれはめっちゃ思う、本当に。願いが叶うなら、うん、じゃあ右に同じで。同じで、同じで。次、はい、最近買ったものについて。え、めっちゃ買ったんだよね、ゆき。最近はもうスニーカーを買って。スニーカーも買った。スニーカー買った。最近はあれだよ、多分最近インスタに載せた、インスタ見よう、アディダスの厚底のスニーカー買った最近。これあれね、7月最後の月曜日のね。あ、そう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 。これ見てさ、ゆずさんまた痩せたって思ったんだけど。本当に気痩せ効果じゃない。あ、そうだわ。ゆずさん絶対痩せたよ、また。本当に。うん、もっと早く更新してください、インスタグラム。うん、今日更新するのあるかな。特にないけどな。ないんだよね、写真を撮らないから。さがらも撮らない。インスタはね、ちょっと忘れちゃう、忘れちゃう、忘れちゃう、忘れちゃう。さがらも忘れちゃう、忘れちゃう。インスタね、更新しなきゃ。次、ストーリーはな。はい、あ、ごめんなさい。ええよ、じゃあ何もない。ストーリーはするなってぐらい。うん、お互いの体が入れ替わったらまず何をしたいだって。え、ショーパンで歩き回るみたいな。めっちゃ足出す。やば。マヤの、ってマヤの美脚を見せびらかして歩くわ。菅原、何しようかな。え？ゆずさん。お腹出すと冷えるよ。そうだね、ゆずさん。なんかあんまちょっと、体がちょっと。弱めだから。とりあえず、あの、もし入れ替わったら、まずゆずさんの家の中を詮索して、うん、なんか、あ、盗んでてもバレないだろうなって思うんですよね。自分ちに送る。死ぬ。ゆずさんの書物盗む。死ぬ。やってんな。やってんな。やってんな。やってました。
次。はい。どこ、今どこ行ったんだ。最近ハマっているラーメン教えてくださいだって。最近ハマってるラーメン？うん、自分はラオウの黒タンタンをリピートしています。あ、でもめっちゃ好きなカップラーメンがあって。カップラーメンか。なんかあんまり食べないんだけど、カップラーメン。うん、そのなんだっけ、めっちゃ一番有名なカップラーメンのトムヤムクン味がめっちゃ好きで。へえ、美味しそう。めっちゃ好きで、それは食べる。え、カップラーメンあんま食べないんですけど。でも辛ラーメン最近ずっとストックしてある。辛ラーメンはね、美味しいよね。わかる。あ、やばい、髪の毛取れた。あれ？髪も切れた。けど耳についてるから大丈夫。はい、次。夏らしいことは何かした？夏らしいこと？何が夏らしいんだ？何もしてないか。夏らしいこと？あー、なんだろう。マジでしてない。してない。今年全然してないわ。全然してないんだけど。花火したいわ。したいね。しましょう。毎年するんだよ、夏っぽいこと。地元とか。みんなとでも。いや、もう今年はできるのかなって感じ。それですね。本当に。あ、夏っぽいことさ、ちょっと前だけどさ、河川敷で走ったね、うちら。あ、走ったわ。走り方やばかったけど。最高だった。あ、でも夏っぽいかもしれんけど。じゃあ夏ですね、あれは。うん。まあ初夏ってことで。したっちゃしたれじゃん。河川敷で青春っぽいことしたね。イェイ。だからしたわ。めちゃ夏らしいことしたわ。嘘。まあ、今度の、まあ、ちょっと何日か覚えてないんですけど、今度バズらせます。あ、バズ。うん、見ていただいたら分かるんですけど、うん、あのこの前ビアガーデンでお仕事をして、でビールいい、マジめっちゃいい日に、あ、言っちゃった、ビール飲んだとか言っちゃった。やばい、ネタバレ、ネタバレ。ネタバレしちゃった。なんだ、聞いてない、誰も聞いてない。聞いてないか、まあ、とりあえずあのバズらせます、来週は見てください。皆さん見てください、バズらせます、お願いします。とりあえずバズらせます、まあ、見てください。次次次次、まあ、次行くんだ。プリンは固い派、とろける派？固い派。いや、一緒ですね。絶対固い派。次、お気に入りのお揃いのものありますか、だって。お気に入りのお揃いのもの、まあ、もうお揃いだったらお気に入りって感じ。うん、いや、そうね、ちょっとね。え、でもさ、奇跡的にさ、さっき今インスタ見てて思ったんだけどさ、うん、あのスカート、あー、一緒だったね。あ、チェック、たまたまチェックのやつね。スニーカーも知るよね。うん、あれ同じコーデできますね。できる。やろうかな。やろうぜ。やりましょう。やりましょう。次、次、仲良くなったきっかけは？え、突然。突然、もう入った時から仲良し。うん、知らない間にだよね、マジで。うん、やっぱ仲いいのってそういうのじゃないですか。気づいたらもう仲良くなってますよね。うん、きっかけないもん、だって。知らん間に。知らん間に。うん。次、ゆずまやってお互いのお家に行ったことありますか？ないです。うん、ゆずきん家には誰も来たことないメンバー。行かないでしょうね。マネージャーしか知らないんじゃない？なんてか、普通になんか、まあまあ、言える立場じゃないけど、なんだろう、あんまり実家っていうの、うん、行かなくないですか？行かないでしょ。行かん。行ったことある家あったかな、逆に。うん、すまらこっちゃんちとか、まあ、同期はあるけど、あんまなくないですか、普通に先輩とか後輩。今で上がるのはあんまないかも。ない。じゃあ今度行きますわ。うんうん、え、いいよ。よくないよ。全然よくないけどいいよ。いいよ。次、お互いちょっと直してほしいところは。なんかお腹壊すぎない。直してほしい。え、それは私も直したい。直せるなら直したい。前は、あのね、パッて起きない。あー、起きない。ゆずさんパッて起きたらパッてなるもんね。そう、パッて起き。それからもう起きれない。頑張ります。そう。いや、無理だな。これも一緒直らんわ。だって普通になんかアラームしたらなんかうるさいって言われるもん。うるさいって言われる。
言うけど、あら、うるさい。違う、それは違う、マジでうるさかった。あれに関しては。うるさい、怖い。なんか、本当になんか、本当に申し訳ないんですけど、なんか、この目覚ましの音じゃないの、本当に。目覚ましだよ。なんか、朝から本当に、本当にうるさくて、なんか、静かな音とかじゃないんですよ。うるさいんですよ、とりあえず。うるさいよね。でも、それだけは幸せに起きてるからさ。朝からそんなのかけないでくださいって。それも、でも、ゆずさん、その時も多分、ゆずさんあんま起きなくて、珍しく。嘘だ。なんか起きたけど、あ、もう一回寝たかも。で、もう一回鳴ってみたいな。その時すがらが珍しくパッと起きてたんです。起きたよね、わかる、うん、覚えてる。次もし泊まりとかあった時目覚まし変えようと音変えても変えろ音変えてもらおう。違うやつ、そのストックいっぱいあるから。やだ本当やだ、やばい。次、はい、最近一番笑ったエピソード、今かな今かな今だよね。今のエピソードですね。そう、今は毎秒今が一番楽しい。毎秒、それいい、それいい言葉、それ適当か次、上半期のゆずまや流行語大賞教えてください。え、なんかあったっけ、うちら。あれ、え、ないけど、なんか、え、ないけど、ワイターって言ったりするとすぐ泣いたとか言ったりする。あ、そう、ワイター、泣いた。全然、なんか、ゆずさん、ワイターって言うけど、すぐからは泣いたとかちょっと言う。そう、いつもそう、えぬきが基本ワイターって言うから、そしたらね、前がすかさず泣いたって。全然泣いてないのに泣いた。最初意味わかんないから、はとか思ったけど。もうなんか適当。適当。ピエンと押してパオン的な感じですよね。そうだね、そうだね。はい。次、お腹空いてません？え、空いてる、空いてる。次、今日なんだろう、やらはもうちょっとなんか朝食べたって言ったんですけど、うん、え、なんか、え、昨日の夜にすが、今日もまた辛ラーメンとトッポギを食べたんですよでもそれを朝ぐらいに食べたんですよ。あ、そういうこと。朝だから、ま、ずっと胃にいるまだいるねだから今はなんかもう何も、ほんと朝から何も食べてない。え、滞在時間多くない、トッポギと辛ラーメンの。え、なんかもう結構なんかパンチ効いてた。パンチ効いてた、それそうだ、パンチ効いてた朝っしょ。うん、朝から。次、はい、お互いのいいところ3つずつ教えてください。だっていいところ、うん、いいやつ、いいやつ、いいやつ、全部全部全部適当じゃあ言ったから3つ言いましたね。最後、多分最後、菅原が今見た限りだと最後、うん、あ、最後じゃないけど、まあ最後にしとこう2人が大富豪勝負したらどっちの方が強いですか。だって絶対菅原でしょ。絶対菅原だよ。何じゃない、絶対菅原。え、あるかな、答えてないやつ。分かんない。てか、そう、なんだっけ、今日から始まる大富豪のイベント、うん、やりまーす、やりまーす、だってやりまーす。そう、ちょっととりあえず、あ、去年撮ってないですよね。あ、撮ってないですよね。撮ったことない、知らなかったの、前回やってること。撮ってなかったです。仕組みも知らなくて、聞いたらなんか、あ、そうだったなってなって、もう一回やるならやろうって思ってやりますってメールだけで言ったけど、はい、メールだけでは言いましたね。今のゆずさんの順位を発表したいと思います。やっぱ順位とかあるの、なんか選抜圏内に入らないとできないみたいだよね。10位とかだっけ。そう、今ゆずさん発表しますよ。いいよ。15位です。あ、いいよ、伸びしろあるよ。伸びしろしかないね。伸びしろあるよ。で、そしたら取れますもんね。うん、そう、頑張ろうと思って。ね、菅原もさ、今入ってるんですけど、6位までに。うん、すごいじゃん。うれしい、今日頑張った、いっぱいやったから。すごいじゃん。でも菅原も CM 撮り直したいんですよ。え、逆にそれを使えるの？
なんか鳥の、そう、逆にその10位以内に入った人たちは前撮影した人はそのままなんですけど、あ、逆に1位2位になれたら、今回の予選の1位2位になれたら新しく CM が撮り直せるんですよ。へえー、そうなんだ。だからもうぜひなんかやるなら1位2位に、じゃあ撮り直すために1位2位目指したらって言いながらすがるもんも、なんかまあちょっとそこはね、いいじゃん、ゆきはもうとりあえずその中に入るっていう。ゆき本当にそういうのあんまいないからさ、ちょっとねそういうところで結果を残さなきゃなって思ったよね。ゆずさん応援してます、ありがとう。あ、すごい、また自分の顔がすごいコンペイトでました、びっくりした。コンペイト、まだ始まったばっかり、そうだね、始まったばっかりだからね、頑張れ、ファイティーン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 。あ、あった、もう一個なんか質問ありました。あった、うん、なんか割とあったかも多分、うん、今食べたいかき氷はだって、あそこじゃない、フルーツのやつ、あーね、行きたいね、マジで行きたい。次、自分の一番好きなところはだって、自分好きなところ、うん、あ、自分の好きなところ、自分好きなところ、あ、好きなものに対してはとことん好きなところ、確かに、ゆずさんそうです。でも興味ないと本当に興味ないからね。でも話とか聞いてた、みたいな感じで、そう、興味ない、本当に興味ない、まあ、そうなりますけど、そう、好きなものにはね本当にね、そう、なんか何でもかんでも興味持つんだけど、よくないよな、こういう感じ、うん、こういう感じが好きです。最後、じゃあ最後、多分本当にこれが最後な気がする、もう更新しなければ、これが最後にします。最後は髪型です。あ、髪型、次にしたい髪型、髪色はだって、個人的に、ゆうきはずっと青にしたいって言ってる。あ、じゃあ青か、なんだっけ、青か、なんだっけ、オレンジ、ああ、ね、オレンジずっともしたいっすよね。うん、出た、マヤンがオレンジしたいですね。でも何でもいい、ゆうきはなんか黒髪か青髪が好きだから、なんか、なんか推しメンとかがね、うん、が好きだから、なんかやっぱそういう色がね、いいなって思っちゃう。黒か青しか型、型、ゆうきのおしめはね、ゆうきは別なんでもいい、菅原は派手にしたくなっちゃう、派手ね、でも肌白いから似合いそう、マジで、ね、似合いますかね、うん、でももう一回なんかエクステつけたいかも、これが取れる、ね、一回切ったんだっけ、そう、切って、でもそのエクステ切っただけ、あ、そういうこと、ドゥン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 、ゆうきもな、もう1回4行かないともうパサパサすぎるから、だからもう1回じゃ、ね、エクステ、そう、1回も取れなかった、あ、1個だけ昨日1本取れたけど、自分でつけた、つけたんかい、自分でつけた、ここら辺にある、でもなんか意外と良かったからもう1回つけようかなと思った。じゃあ次の人に行きましょうね、ずっとしてもね、本当にマジで、うん、したら次もこの長さでずっと切るわ、うん、じゃあちょっとすがら明るくしたいかも、今暗いから、最近暗いもんね、ずっと暗いですね、確かに、ちょっと茶髪、夏は茶髪にしたいですね、今年は、その方がいい、夏はね、はい、夏こそ、夏こそ派手髪にしてね、夏許してください、はい、はい、ってことで、泉谷質問終わりました。ありがとうございました。終わりました。終わりました。パッパッパッ。パッパッパって感じで終わりました、伊豆さん。終わったね。次いつやろうね。ね、いつの、じゃあ今、一回寄ってみましょう。一回、待ってよ。一回見よう。予定を。
うん。待てよ。別にいつでもいいんだけどな。なんかコラボのこれがもうちょっとね、早くできたらよかったのにね。そうですね。インスタでやってたけど。別に本当にいつでも大丈夫だけどな。前半のうちに一回やりたいね。そうですね。うん。マジでそがらもいつでもいい。いつにします？みんながいつがいいんだ。みんなっていつから夏休みとか、夏休みとかってどうなんだろう。なくないですか？ありますか？ないのかな。いつでも行けるな。いつでも行ける。うん。まあ、とりあえず前半で一回やるってことで。とりあえず前半のうちに一回やるってことだけちょっと皆さん頭に入れていただいて、はい、あとはちょっと、前と連絡取りますね。はい、連絡すぐ皆さん。すぐ発表させていただきたいと思います。あ、お盆から休み、8から盆休み。おー。ちょっとなんとも言えないわ、そこら。でも8からって多いね。ちょっとまだ分かんなくないですか、そこら辺の予定。ほんと分からないです。本当に分からないですよね。でなんか本当だからギリになってね、いつも申し訳ないんですけど。そう、そうなんです。なんかね、1週間前からとかやってみたいんですけど、そんな無理なんですよね。うん。ゆずまやもさ、案件に出するか。案件で入れてもらいましょう。案件に入れてもらう、マジで。メール。ってなったらね、立てやすいしね、言いやすいんだけどね。うわぁ、みんな大変だな、レポートとか。うわ、月曜日よ。月曜日。あ、ラジオ終わりだったらいける。うん。楽そう。全然いける。まあ、一回、あれだね。もう一回ちょっと相談しますわ。うん、そうしよう。ご飯できたかな。ちょっとお腹空いてきちゃったんで。ね、わかる。あ、そうだよね。本当は今頃夏休みなん。そうだよね。夏休み。でも高校とか今日とかからじゃない？違うのかな。でも伸びてんのか、それが。伸びてそう。夏休みなさそう。夏休みとか一番好きな休みだったわ、やっぱり。学生時代。だって一番長いもん。うん。でもまあ、部活しかやってなかったからな。しんどかったな。部活しかやってなかった、マジで。中学校の夏休み、しんどかったな。ね、中学校はしんどいよね。マジ部活しんどい。で、なんか部活プラス、なんかすがら、その夏休みだけになると、駅伝部みたいなのがあったんですよ。うん。それになんか、まあ、駅伝部なんかしてたから、本当になんか部活プラスなんかそれやってたから、しんどと思ってた。しんど。あ、お腹鳴った。あ、お腹が鳴ってる。ご飯なんだろう。食べたい。ご飯なんだろう、なんだろう。さっき言ったけど、なんかご飯の話すると食べたくなっちゃうから、食べたいと思います。ジョレナ、ジョレナ。じゃあ終わりましょう。じゃあ皆さん、次の、何、福ちゃん、福ちゃんがいるの？誰、福ちゃんって。ふくちゃん、あのね、STU ふくふく、ポンポン、ふくポンポン、どこにいる？ごめんなさい。あ、ほんとだ、ふくちゃんいるやん。全然誰か分かってないのに調子乗ってたわ、今。ふくちゃんいる、ありがとう。この間ね、連絡くれたんだよね、ふくちゃん。おきどきが難しいって LINE 来た。ありがとう、嬉しい。よかった、終わる前に気づけてありがとう。見てくれてたのね。調子乗りました、菅原。すいません、本当に。ごめんなさい、福ちゃん。ね、STU の方。すいません。そう。ごめんなさい、調子乗りました。すいません。福ちゃんちゃん、ポンポンみたいな意味わかんなくて、本当すいませんでした。ごめんなさい。ポンポン死ぬ。すいません。ポンポンやばい。ごめんなさい、本当に。反省してます。ごめんなさい。今度、お気どき教えてあげて。あー、すがらが襲った方がいいかも。やめとけ。やめとけ。そうだよ。OK。あー、おもろかった。でも、スクショ撮りたい。ちょっと待ってね。あー、でも待って。ゆうき、でもスクショ撮れないから、みんなに送ってもらおう。ちょっとみんな撮ってください、スクショ。ちょっと待ってね。うん。撮って。
撮って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 、あ、こちら撮れば、ゆずき携帯撮ればいいのか。じゃあ送ってくださいね。撮れるかな。あれ、ちょっと待ってよ、ライブになったし。思いっきりライブ。ライブだったわ。カメラ見る方間違えた。まあいいよ。とりあえず皆さんの、皆さんぜひ送ってください。送ってください。待ってるね。マジこれ浸透しないかな。うん、浸透してないよね。うちらも。ちょっと今ソーシャルディスタンスだからかな。ちょっとだからかな。いけないよ。ぜひ使ってください。使ってくださいみんな。ぜひ。ぜひ。程よい感じで。程よい感じでちょっとや、ね、あのみんなで広めててください。使ってください。さあ、ご飯食べておこうかな。うん、ちょっと食べたいですね。OK、はい、ありがとうみんな、コメントもみんないっぱいありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。次また何やってほしいかをまた教えてください。本当にゆずまや配信、あのタグで、あのハッシュタグでやってほしいこと書いてほしい、ね、絶対書いて、みんな見た人、今日見た人書いてください。ハッシュタグゆずまや配信でぜひやってほしいこと、みんな終わったら感想と言ってほしいこと書いてってください。お願いします。じゃあ、ババ、次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ、またね、またね、バイバイ、バイバイ。これ普通に終わればいいの、これって。普通に終わります。さよなら、バイバイ。